ゴールキーパーはスベンドブローダーセン、最終ラインは阿部、5試合ぶりのスタメン田上、今日26歳を迎えた鈴木、ボランチは竹内と9試合ぶりのスタメンの若さ、左に今シーズン初スタメンの高橋、右に古巣対戦の柳貴弘、ツーシャドウは岩渕と田中です。ワントップはルカオとなっています。最終ラインは右から2試合ぶりのスタメン高田、小出、菅田、そして15試合ぶりのスタメンの知念、ボランチは松井と9試合ぶりのスタメンの工藤が入ります。右にオナイユ、左に相良、ツートップはボーケと中島が入ります。クロスを入れて岩渕を狙っているボックス内、高橋に落とした、かわしてシュート、ゴールキーパー林、右足を振り抜いた今シーズン初スタメンの高橋です。まずここ今岩渕選手体の使い方うまかったですよね。高橋、岩渕に出します。ワンタッチで出そうかというところ、松井からオナイユ、高速ドリブラー、ここは鈴木が防ぎました。前を向いた、中に入れた、空いたスペースに田中雄大、右に広げます、柳貴弘、中にはルカオラがいます。ファーサイド、高橋のシュート、もう一度こぼれたところ、シュート、これはクロスバーの上でした。さあここは柳を走らせてボックス内、柳のシュート、これはジャストミートなりませんでした。中からはなかなか崩すのが難しいというところ、はい、左サイドクロスを入れた、肩が跳ね返す、この位置で中島、奪った竹内、柳貴弘のシュート、シュート、岩渕、2試合連続ゴール、先制したのは岡山。よく反応よく締めましたね。柳選手先ほどの縦パスで抜けたシーンもありましたけど、うまくこの外から中に入ってくるタイミングというのも非常にいいですよね。あとこの矢口選手 この一度弾かれましたけどセカンドボールの反応ですね。小出、縦へのパス、ただここはカウンターになった、田中雄大、田中雄大シュート、そしてこぼれたところ、ポストに当たった、ゴールキーパー林が収めます。いや2発田中雄大が放っていきましたが、ここは仙台は難を逃れたと言っていいでしょう。右サイド高い位置に上がってきました。中島ワンタッチ、中島が持つ、シュート、わずかに外れました。縦関係になってしっかりお互いのやりたいことをしっかり分かってましたよね。岩渕のキック、ファーサイド落として鈴木のシュート、右足を振り抜きましたがゴールの右。今日は26歳の誕生日を迎えている鈴木義武です。松井が降りてきます。前からの守備、クリアをします。高田、かなり詰めていた田中雄大、チャンスになった岡山、竹内クロスを入れて岩渕のシュート、ヒールで流し込もうといったアイデア性のあるシュートでしたが、ここは阿部海斗、大きくゴールをそれました。中央、さあこぼれたところ、シュート入った、高見大地、こぼれ球逃しませんでした。21試合ぶり2ゴール目。高見選手のこの思い切り、まあ、反応も良かったですし、この思い切りのいいシュートが、まあ、ゴールで流し込みましたね、うまく。このコーナーキックになる前ですよね、またこのシンプルなこの
背後のランニングからコーナーキック取ったので、まあ、こういったのがやっぱりこのゴールにつながりますよね。マセクロスを入れたファーサイドヘッド、ブローダーセン、ここは抑え込みました。明眼のヘッド、早川前を向けるか、シュート、元山のシュート、わずかにバーの上だったでしょうか。少し苦笑いを見せていますが、いいシュートでした。枠の中入っていると思いますね。あ、触れてるんですね。そうですね、はい。さあ前を向けるか、さあ戻します、松井から両眼クロスを入れてヘッド、菅原のヘッド、時間を使う岡山、前に出る、前を向いた、早川が運ぶ、この位置に鈴木を仕掛け、前を向いた、鈴木のシュート、わずかにバーの左でした。1年から左サイド、エロンのクロス、跳ね返します。ここで長いホイッスル、岡山、2試合ぶりの勝ち点3。